今週も始まりました、クリコマサンラク音楽の旅のコーナーです。今日もサンダーさんと一緒にお届けしていきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。はい、今週は先週に引き続き、はい、石州庵さんです ね, ですね。お邪魔しています。はい。ということでですね、先週は、まあ、こちらの囲炉裏を囲んで、開業されたということで、こちらの方のね、古民家を利用して、いろいろなですね、催しをしたいというようなことで、はい、お開きになったんですけども、はい、今週はですね、こちらの石州庵さん、聖老の高橋正作さんのお家ですね、はい、こちらの方を活用するということで、はい、そういったことの内容について、お話を伺いたいと思います、はい。改めてご紹介させていただきます。ご主人であります、泉秀夫さん、石州庵さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということで、でちらっとですね、隣の部屋の方、はい、あのいいおひなさまありますけども、ちょっと見てみましょうか。そうですね、はい、はい、おお、これは隣の部屋の隣ですね。そうですね、うん、こちらのひな人形というのは結構古いもののように見えるんですけども、うん、一番古いのは江戸時代のものもあります。江戸時代のものはそこに一番上に飾ってある3体だけなんですけどね、あと残りはほとんど昭和の初期初め頃、2年ぐらいから9年ぐらいまでのうちなんですけど、私のおばあさんが作ったんです。あ、そうなんですか。そうなんですね、綺麗に残っているんですね。の浅草の方に行って、首や手足だけできて、あ、なるほど、なるほど、私のおじさんがそっちの方でおもちゃ屋やってるんですよ。あ、そうなんですか。それですから、いろんなそういうふうな人形屋さんとの付き合いもあったんで、それに行ってきて、そういうものを手に入れてきて、古い生地やなんかでお人形を作っていったと。実際に着物だとか作られて、これ本当にね、今にも動き出しそうな人形が多いように、細かいですよね。そうですね、でさらに人形以外にも、こういう、なんていうんですかね、その教えびな、教えびな、教えというのは、教えた絵ということですね。そうですね、教えた絵という、教えびなと言われてまして、いろんなその歌舞伎の場面なんだ、それから歴史の物語そのものがやられてるんです。例えば、これなんかは、巴御前でしたかね。あ、もう動いている感じが出ていますね。そうですね、はい、これは常磐御前。ああ、常磐御前、はい、暴れ馬を汗で止めたというような、そういうような物語があるんで、すごい、なるほど、これやっぱり歌舞伎の題材とか。そうですね、これは狐忠信ですか。お、昭和5年って書いてあるんですね。昭和5年、すごいですね。これも全部手作りで。手作りです。すごいですね。こういうふうに飾ってあるということは、何かのいろいろなその展示っていうんですかね、古いものに限らず、例えば絵画だとか、そういった展示とかにも使えるのじゃないかなと思ったりしますけれども、そうですね、ここの部屋を利用していろんな展示会のようなものをやってもらえれば一番いいんじゃないのかなと思って、いや、もうそう思ってるところなんですけどね。なるほど、それにいろいろやなんかありますから、そこで昔語りをやるとか。ああ、いいですね、はい、ですね。そうですね、やっぱりお部屋の数もそうだし、雰囲気もありますので、人が集う場所というんですかね、そうですね、こういったことに活用できればかなり楽しいスペースになるような気がするんですけれども、はい、はい、ですからこのうち全体を開放して、いろんな方に使ってもらいたいなと思ってるんです。なるほど、そうですか、で収録始まる前にちょっと拝見したんですが、あれは蔵の2階になりますかね。そうですね、大きなそのシアターといいますか、すごく広いスペースが、ありますので、ちょっとそちらの方また紹介していただけませんでしょうか。じゃあどうぞこちらへ。はい、はい、ということで、こちらの蔵の2階の方にお邪魔しましたけど、はい、まずですね、右手の方に目に入ってきますのが、これは雪国の、まあ、表紙絵といいますか、これをこう、雪国の表紙絵の原画を飾っております。綺麗ですよね。
これなんで掲げているか分かりますか？ですね、もうね、見てると本当に綺麗で、タッチも細かいし、タッチも細かかったので、ちょっと 何で描いてるって聞かれてちょっとびっくりしてしまったんですけど、ちょっとすっごい近づいて見ると、クレヨンなんですよね。そうなんですよ、はい、本当にこう近づいて見るとあれクレヨンとかってびっくりしてしまうんですけれども、細かいところまでねすごいんですよ。しかし普通クレヨンだとなんか細かいとこまでっていう風な感じはしませんけど、本当にねこちらの方から見るとその色のいろんなその深みっていうんですかね、それが非常に出てて、例えばこの目の前に果物ありますけれども非常に美味しそうに見えるというか、とてもクレヨンとは思えない絵ばっかりでした。ですからこれが全部クレヨンで描かれてるというとみんなやっぱり驚いてるんです。そうでしょうね。本当前にこの果物の絵とかがあるんですけど、栗のね胃がの一本一本まですごく細かくて、これですね、はい、びっくりしてしまいますね。ちなみにこれ49号と書いてるのは創刊49号目 で、使われた絵ということで、そうです、なるほど。そういうようにここは40号からの小松さんという方が、雪国の表紙絵を描いてくださってるんで、その小松さんの絵を全部ここに飾ってるんですけれど、ところどころ抜けてないところがあるんですよ。なのでこの曖昧まで、まだフェースだけあるところに雪国を置いてあって、でこれが入手したい絵を描けられるという形、小松さんに頼んだらいいよもう一度描くからって言ってくれたんでなるほどなるほど、ですからそのうちにここに小松さんの元の絵が原画の原画じゃないんでしょうけど、原画がどこへ行ったのか印刷屋さんやなんかで紛失しちゃったような、なるほどなるほど、あまりいいなんて誰か持っていっちゃったんじゃないかですね。なるほどね。でですねこちら、正面の方を見ていただきますと、なんとこれは巨大スクリーンですね。そうですね、いやいやこれはかなり大きいですけども、泉さんこちらの方は、そうですね、だいたい7メートルの2メーター70だったのかな、アメリカの方に注文して、うちの息子がですね、作ってもらったスクリーンなんですけど、いずれここを、個人的にの貸し出しのような形になると思います。レンタルシアターみたいですね。レンタルシアターというのは。しかしこのスペースでね、個人でシアターをレンタルするっていうのはかなり贅沢なことだと思いますけどね。贅沢ですよね。音の環境も整ってるんですよね。そうですね、もう素晴らしい、いろんなスピーカーを準備してありますから、どれでも好きなスピーカーで聞いてくる。すごいですね、このフロントのスピーカー以外に色箱、ウーハーもありますし ね、で柱の上にもスピーカーがあって、でさらに、こちらの音響機器と映像機器ですね。前はよく歌手の人が来て歌を歌ってくれたりした時もあるので、そういうのにも使っていただければなと。そうですね、確かにシアターのみならずライブとかですね、そういったものだとか、またいろいろなそのイベントとかにも使えそうなスペースですよね。いろんなあれで使ってくれるんだったら、例えば高校生たちがここで練習したっていいんじゃないかな。なるほどなるほど、そうですね、ただやっぱり無料となるとちょっとあれなんで、そうですね、1000円で1000円ぐらいはもらわなきゃなと思ってなるほどということで、いろいろねこのスペースの方で、イベントだったり開放だったり活用があるということでですね、そういったことでこの会を発足されたということだと思うんですが、じゃあ会の方のお話をまたちょっと詳しく聞かせていただきたいと思います。この曲はマメレラガーという方が40回でいきます。メロディーは気にしなくていいです。マメレラガーを振り返ってください。マネベラカ、マネベラカ、マネベラカ。
胸張って足取り軽く向かいます。誰かに会える楽しみと笑顔に会える嬉しさに、あなたも私も幸せ者よ。心少しお話あったんですけれども、はい、この民家をね、いろんなことで活用していきたいということで、はい、そういう会合をね持たれたんですよね。そうですね、うん、今ねこちらの方資料の方見せていただいてますけれども、はい、まずこちらの方ですね、うんうん、どういった名称の会になったのでしょうか。いろいろと紆余曲折あったんですけれど、今は古民家に集う会、古民家に集う会というような会をみんなが作ってくれました。ああそうですか、なるほど。ということは、まあ、こちらの関次郎さんの方にお邪魔して、まあ、いろいろなイベントだったり、まあ、会合だったり、またいろいろなお楽しみ会だったり、まあ、そういった形でこちらをこう使っていこう、活用していこうか、集まろうかというような形で、はい、そのためにまあここに規約があるんですけれど、はい、その目的というので、当会は地域の偉人高橋正作を多くの人々に知ってもらいながら、古民家関周庵を開放し個人団体が集い活用していくことを目的とするというような、ですからもうみんなに開放して、使ってもらおうというような、それを目的とする団体なんです。なるほど、ですから
なんてこう閉鎖的なもんじゃなくて、誰にでもこう入ってこうあれしてほしいというような、なるほどなるほど、そうですね、まあ、いろんな方に来ていただいて見ていただいて利用していただければ、またその中からね新しいその催しだったり、新しい出会いだったりそういったものが生まれることもありますよね、ですからちょっと硬くなるんですけど、事業としてはこの古民家を利用したあの体験事業、いうようなことや高橋翔作のもちろんあの引用の伝承のようなこともありますけど、学校と連携したいろんな事業の役に立っててもらおうということや、蔵の活用ですね、蔵でですからさっき言いましたように、シアターをやってみたり、ライブラリーやってみたり、というようなこと、またあそこでも展示会のようなものも結構そうですねいいと思うんですよ、まあ先ほどねご紹介しましたように、雪国の小松周一さんの絵も飾られてますので、展示会というか、そういったスペースとしても有効活用できる感じがしますね、それから先週話したように、院内の神山を、こうした人ですから、そういうふうなことから今地域の城ガイドなの、それからあと歴史ガイドなのっていうような、そういうふうなガイドさんたちやなんかと、そうですね、連携していろんなことができないかななんていうことも考えてるんですよね。であれば、ちょうどこちらはね13号線旧宇州街道になりますんで、院内銀山だったり湯沢市だったり、そこに県内外から来られる方の観光のね、一つのスポットとして、でこの関岩さんをぜひ利用していただくというか紹介していただくというか、そういうのもすごくね、楽しいアイデアじゃないかなと思いますけどもね、そうですね、なんていうかここを旅館にして使うことはちょっとやっぱりいろんな法律っていうのはできないんでしょうから、ただみんなで何かあれして酒飲みやった時そのまま潰れて止まったという分にはいくら止めてもそれはしょうがないんじゃないのかなと。確かにお部屋もいっぱいありますしね、おそらくお布団とかもいろいろ用意してるんじゃないかと思いますので、ね、そうですね、いろんなあれ持ってきてくれたりなんかして10組ぐらいはあるんじゃないのかな。やっぱそうですね、実はですね、さっきねちらっと見せていただきましたけども、なんと上の方にちょっと洋間みたいなところがありましてね、あそこにちらっ と布団とか見えたような気がするんですけど、はい、綺麗なお部屋があったので ね泊まれるようになってるようなっていう話をね、はい、聞きました。いろんな歌をやる人やなんかライブの人たちが泊まったりなんかでも知ってるんですよ、別に旅館として泊めたわけじゃなくて、打ち上げやったらあともう帰れないからそのまま、ここ町の中からちょっと離れてるんですから、車に乗っけて返すわけにはいかないんで、そうですね、泊まってけっていうのなるほどなるほど、ですから古民家のそれこそ美人の間に泊まりたい人もいればタコの間に泊まりたいという人もいるし、結構女性たちも同じあれなら、イエホンの部屋に泊まってくださいと、いや私たちはどっちかというと こっちの部屋の方がいいんですなって、今お人形さんが飾ってある部屋なんかあそこに泊まったりする人たちもいましたよ。はい、ちょっと自分でも選べるんですかね、そうですね、あれだけ部屋数があっていろんなねその、お部屋お部屋に表情がありますからね、あとゲームでそれこそ昔の女中部屋で止めてもいいですし確かに確かに、あそこは確かに罰ゲームって感じしますけどもね、そうですね、なのでね今日いろいろお話伺いましたけども、こちらのですね古民家の方でいろいろなイベントだとかいろいろな、楽しみ方があるっていう感じがしました。先週のね冒頭にも話しましたけども、かってここでね鎌田さん時代に栗駒さんの音楽の旅の収録、あるいはイベント、やったこともありますし、そういった形でいろいろとねこの関中庵さん利用していただければよろしいかなと思ったりするんですけども、はい、それではですね、最後になりますけども、泉さん関中庵さんの方からこちらのですね場所とかご連絡先をご紹介していただければと思うんですけども、
場所はここは湯沢市桑ヶ崎、はいはい、あとは中泊、はい、十番地になります。場所としてはあれですね、小野小めりさんのちょっと手前、小野小学校のちょっと手前、湯沢市から行きますとね、湯沢市から来るとちょうどあの須賀の橋を越えて1キロでしたかね、なのこの間こう測ってみたら、そうですか、ですけど、なるほどなるほど、それでもう小めりさんの方からしますと小めりさんから200メートルですか、あ、なるほど、それくらいの、はいね、大きな家ですし、それからあの庭木やなんかがありますので、目立ちますからある程度は分かるぞ、そうです、ね、真っ暗になるぞ、確かにそうです ね, ねえそのうち何か水打ちになるようなものを作らなきゃいけないなと思ってるんですけどね。でちなみにですね、もしこちらの方を見学したいだとか、ね、何か催し物でお借りしたいという場合にはどういった形で連絡を取ればよろしいでしょうかね。私のところにお電話くだされば、私があの何か特別な用事がない限りは、あのここにいますので。なるほど、あれです、あと自分の携帯の方がいいんですね。ありがたいんですけれども、ではあの番号を言います。090-5848-9537、はい、の, あの携帯の方に連絡くだされば、はい、あの私が出ますから。なるほど、早速誰かから電話が来ますね。もしあの古民家に集う会に私も入りたいっていう方がいらしたら、はい、どのようにすれば入れるんでしょうかね。はい、あのこれには一切のそのあれがありません。ただただ無料じゃないんです。やっぱり会員ですから、会費いろいろと連絡したりなんかでありますし、そうですね、それから、まあ、あのこちらの維持だとかそういった費用だとかありますもんね。それにあの入った方には決してそご損はかけないよという、というのはここで年最低2回はお酒飲みをやろうかなと思って、その会場を利用して、はい、今のお酒飲みという時のコメントの泉さんの笑顔がすごかったですね。それをに使おうかなということで、あの会費年会費2000円をもらえるということにして、あのみんながそういうふうな規約を作ってくれました。なるほど、私は次もあれは十分だろうなと思ってたらあのそういうふうにしてやろうというようなみんなの意見でまあそうしまったので。なるほどなるほど、そうですか。ということはまあ特別な資格はないけれども、まあ、年会費2000円で、こちらの須藤会の会員になれるということで、ぜひですね、こちらの方のね、会員になりたい方とか、まあ、先ほど言いましたようにね、こちらの古民家の方を見学したい方、あるいはそのこちらを活用したい方、ぜひですね、先ほどね泉さんが言いました電話番号の方ですね、こちらの方にご連絡いただいて、もちろん会員でなくてもあのここを利用することは構いませんから、そうですね、いつでも利用したい方は申し出てください。なるほど、ただいくらかせめて維持費はお願いしたいなと思ってますけどね。なるほど、そうですね、ということでですね、先週今週と2週にわたりまして、こちらの石州庵さんの方にお邪魔したんですけども、どうですか、みなみちゃん。もうですね、もういろんなお部屋を見て素敵でしたし、ちょっとやっぱり迷ってねしまいそうなんですけれども、でもね、いろんな場面で使えるお部屋といいますかありましたから、皆さんもぜひ一回見に来ていただいて、そうですね、はい、見学していただければね、良さがわかると思いますので、はい、ですのでね、古民家というので古いものが残ってるということで、そうですね、でまあ先週お話伺いましたように高橋修作さんのいろいろなその業績だとかそういうのもありますし、また現在のねご主人の泉秀夫さんの展示されているものだとかいろいろな趣向で作られた部屋だとかそういうのありますので、ぜひですねこちら石州庵さんに訪ねてきていただきたいなと思いますけれども、はい、ということでですね、先週今週と2週にわたりましてですね、こちら石州庵さんの方にお邪魔しました。それではですね、最後に石州庵さん、泉秀夫さんの方からですね、リスナーの方にメッセージいただきまして、今日は終了したいと思います。みんなに使っていただきたいと思って手に入れたうちですので、はい、あのぜひともみんなでこの家をどのように使うか考えながら一緒に楽しんでいきませんか。なるほど、はい、そうですね、ぜひぜひ楽しんでみたいなと思いますね。
はい、それではですね、本当に2週にわたりましてどうもありがとうございました。泉さん、またよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。サンダーさんもぜひとも会員になってくださいね。僕はこれから帰って銀行振り込みしますから。それでは皆さん、また来週、はい、ありがとうございました。イエーイ。